高瀬ダムは岩手県大船渡市二級河川森川水系多工川に建設されたダムである。岩手県が管理する県営ダム。高さ77.0メートルの重力式コンクリートダムであり、洪水調節、不特定利水、上水道用水の確保を目的とする多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は御用湖。 ダム貯水池の一部を含む一帯は御用山形立自然公園となっている。日下からだ等に使用したコンクリート材料すべて地元産である。大船都市内を流れる森川流域は1977年の豪雨をはじめとした出水により、軽牛街地を中心とした浸水被害が頻発していた。また、夏季においては灌漑用水不足に見舞われていた。その他、 水道水源として依存してきた地下水の取水可能量が限界に達していた。岩手県では河川改修などを行って対策してきたが、このような状況を踏まえ、森川上流の高瀬川に多目的ダムを建設する計画を策定した。ダムは1978年に予備調査が始まり、1985年に実施計画調査、1989年より工事に、 本格着手し、2006年に竣工した。掃除業費は325億円。高瀬ダムによって形成される御用湖は、地域のシンボルである御用山に源を発していることや、多くの人に親しまれていて馴染みやすく、ダム湖の場所もわかりやすいとの理由から2006年9月に命名された。岩手県沿岸南部の最高峰、御用山のふもとに位置しており、周辺は、 県立自然公園に指定されている、御用湖飯には御用温泉がある。ありがとうございます。